はい、天然パーマ夏のロードトリップ、今年新しいアイテムをゲットしました。こちらです。まあ、いわゆる USB 扇風機ですね。 5000mAh のバッテリーを内蔵しているので、結構ね長い時間使えるということで、キーナイスの、この USB 扇風機を2台購入しました。はい、2台購入しまして、これどういう風に使うかというと、今回新しい新機能、これがスペシャルです。見てください。このボタンをポチッと押すと首を振るというわけで、ものすごい快適に寝ることができます。本来はですね、ここにつけようと思ってます。どこ？ここです。そうするとこの辺りを柔らかな風でみんなね、みんなに向けて風を送ってくれます。あおい、ちょっと出てみて、あおい出てみて、めっちゃ涼しくない？これが2台ねあるので、そっち側しはあの小鳥と母ちゃんがね寝たところはこちらで、こういう感じで、ね、うん、むしろちょっとねあの寒いぐらい、これねかなり涼しいです。今風はローです。で、はい、もうねちょっと寒い、ハイにすると。でね、さらにこれリズムって言ってね、これいいのかもしれない。寝てるときはね、あのリズミカルな風を作ってくれるらしいので、これで寝るといいかもしれないね。今夜試してみたいと思います。というわけで今回導入したのはキーナイスの、首振り機能付きの USB 扇風機ですね。この10日間のトリップ、これが僕たちの睡眠を左右します。交互期待。Good night. Dude, that father is 10 men perm.